こんにちは、内田理央です。今日は朝から代官山に来ています。というのもですね、今日はですね、肌にいいことをしに朝活にやってきました。気持ちいい。まず私がよく頼んでいるクレンズジュースのお店にやってきました。買ってきました。めちゃくちゃ美味しい。このクレンジングカフェさんは本当によく使ってて、めっちゃ食べ過ぎちゃった時とか二日酔いの時とかにウーバーで頼んだりとかお店に行って買ってるんですけど、超飲みやすいので、これは一番人気のレモンクォーツっていう味なんですけど、肌荒れだったり二日酔いだったり胃もたれとか、結構花粉症とかも書いてあった効能のところに、なんか全部にいいみたいな、美味しいのに健康にもなれる超一石何鳥みたいなジュースです。レモンコーツってだけあって結構柑橘系の味なんだけど、なんか野菜も結構入ってるっぽいんですよね。写真撮ってきた。キャベツ、セロリ、パプリカ、リンゴ、パイン、グレープフルーツ、レモン、めっちゃ入ってる。でもね、私の中では結構お子さんとかも飲めるぐらいフルーツジュースに近い味、おいしい。今度またファスティング動画とかも撮ろうかなって思ってるぐらいお気に入りのお店なので、皆さんもぜひ行ってみてください。ダリオチャンネル。続いてスキンケアブランドのオルビスさんのスキンケアラウンジにやってきました。ここでなんかいろんなことを体験できたり、無料で肌分析もできるそうなので、早速やってもらおうと思います。行ってきます。ダリオチャンネル。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。どんな結果が出るか楽しみです。やっていきますね。お肌に機械を当てて測定していきます。はい、失礼します。次に、キメのカメラで表面のキメを見ていきます。はい、綺麗ですね。本当ですか。はい、キメが細かいです。結果出していきます。はい、お願いします。すごい簡単ですね。そうなんですよ、すごく簡単にできるので、ちょっと、ね、お買い物のついでにとかでもお客様も呼んでくださったりします。どうなんだろう、ドキドキする。こちらが結果なんですけれども、はい、お肌のお悩みとか今気になることってありますか？でもちょっとこう揺らぎやすいのが悩みです。はい、ありがとうございます。結果としては水分と油分、あとハリくすみキメってとても五角形が綺麗なので。すごい、よかった。そうなんですよ、言ってください、おっしゃっていただいてる、はい、揺らぎっていうのが今の結果としてはそんなに出ていないのかなっていうのがあるので、はい、ちょっとお手入れが合ってるのかなっていうのは、はい、感じました。はい、水分と油分のバランスもすごく綺麗なので、この肌キープしていただくためにおすすめなのがこちらのオルビス U エッセンスローションなんですよ。はい、一年中通して保湿ケアってとっても大切なんですが、これからの時期ってこう気温が下がって乾燥って気になりやすくなるじゃないですか。気になってきますよ ね、 すよね、はい、でそんな時期にすごくぴったりな化粧水になっていて、肌本来の潤い機能に着目したシリーズになるので、乾燥だけでなくてハリの不足だったりとか乾燥によるくすみ、くすみもそうなんですよ。乾燥によるくすみとか、あとキメのケアもできるようになっている、エイジングケアができるシリーズになっています。私も使ったことあるんですけど、使い方を教えていただきたいです。はい、ぜひ こちら今日お伝えいたします。はい、お願いします。ダリオチャンネル、よろしくお願いします。よろしくお願いします。使い方をお伝えしていくんですが、はい、しっかり潤いを与えるっていうのもとても大切なんです、ね。はい、なのでしっかりとお伝えしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、まずこちらお使いいただいて、はい、まず適量を取っていくんですが、確かに適量っていつもどれぐらいなんだろうって思ってます。そうですね、手のひらに100円玉硬貨台ぐらい。ほうほう、はい、あ、ほんと100円玉だ。そうなんですよ。これぐらい取ったら、はい、
一回手でしっかりとなじませて。あ、そうなんだ、はい、手の先までしっかりと。あ、そんなに全部、はい、はい、そうなんです。温めることでなじみよくなりますし、塗りムラを防ぐこと。これ大事なんですね。この大事なんですよ、ワンステップが。そうなんです。でこれで塗っていくんですけど、はい、まずあの乾燥しやすい頬から塗っていきます、うん、で指の腹を使って引き上げるように。そうですね、こうですか。あ、そうです、そうです。で頬全体に、上の方ですね、はい、塗っていきましたら、まあ、額も同じように引き上げるように塗っていただいて、はい、目元塗っていくんですけど、うん、皮膚とっても薄くてダメージ受けやすい場所なので。やっぱそうなんですね。薬指が一番力入りづらいので。知らなかった。そうなんです、はい、なのでこの薬指で目尻から目頭にこんな感じで動かして、目尻から目頭に。そうです、そうです。はい、目下のまぶたは置くようにトントントン。こうじゃないんですね。そうなんです、ここはこうなんです。そうなんです、しっかり塗れているのでこれで大丈夫。はい、で鼻筋もなぞるように塗っていただいて、で口元も、うん、あのお悩みが出やすい場所なので、はい、ちょっとこう引き上げるように。そうですね、そうです。でちょっと指なんですけど、中指と薬指を使ってこんな感じでちょっとこう切るようになじませる。こうですか。はい、そうです。進めて塗るときに皮膚が動かないくらいの、ちょっと強いんですねこれだと。そうなんですよ。もっと優しくなんだ。そうなんです。こんぐらいなのかな。そうです、そうです、もう完璧です。確かになんかちょっと癖で強くやってるかもしれないです。しっかり塗りたいと思うと結構強くやっちゃうと思うんですけど、はい、優しく優しく。あ、こんぐらい突っ張っちゃいけないですね、肌が。もう完璧です。今ムラなく全体塗れたと思うので、仕上げにソフトパッティングをしていきたいんです。何ですか。ピアノを弾くようにこういうことですか。あ、そうです、そうです。これはどういう効果が。この動きによって巡りが良くなるので。なるほど、はい、これからの季節寒くなってくると思うので、ちょっとこうプラスしてあげるととても心地いいです。そっか、あんまりねこうマッサージとかしすぎちゃダメなんですね、お肌の。そうなんですよね。これなんかプロにやってもらってみたいです。これ、そうですよ。自分でやってもね、すごい気持ちいいです。気持ちいいですね。普通にやってもらうとより気持ちいいかもしれないです、ね、贅沢な時間。そうなんです。あ、でもだいぶすごい。なんかこんなに手に吸い付くんだね。音がします。音しますよね。すごい。ちょっと包み込むようにハンドプレスもしてあげるとより。これもいいんですね。はい、とこう優しく包み込むように。あ、すっごいんですけど、聞こえるのかなこれ。すごい、すごい、すごい、ムチって音します。これは正しい塗り方になります。ありがとうございます。実は私たちちょっと YouTube チャンネルとかもやっていて。お聞きしました。なんか2人が出られてるんですよね。そうなんですよ。オルビスビューティースタジオって言って、美容のお話ができるようなお部屋みたいなチャンネルを今やっております。はい、じゃあ詳しくはそちらを見ればもっとわかるんですかね。たくさんいろいろなあの技を紹介しているので、はい、皆さんぜひご覧ください。お願いします。ダーリューチャンネル、続いてはちょっと小腹も空いてきたので、美容にも胃にも内臓にも優しい薬膳がゆを買って帰りたいと思います。こちら買ってきました。薬膳がゆ、いろんな味があって、例えば煮卵とかエビとかいろいろあるんですけど、今回はちょっと奮発してフカヒレがゆにしてきました。なんか美容とアンチエイジングって書いてあったので、これを現場に持って行って食べようと思います。じゃあ行ってきます。